ははい皆さんこんこにちは村長です今日は久しぶりにシンセサイダー V の最新バージョンまだ皆さんが通常ではダウンロードできないベータバージョンのアップグレードこれについてお話をしたいと思いますが安定もしてきていますのでもうアップデートをしてもいいんじゃないかそんなふうに思って今日はレポートをしています。 今画面にありますようにシンセサイダー V のドリームトニックス社のホームページに行くと 1.9.0b2β2 という意味ですねこのアップデートがありますこのページを概要欄に貼っておきますので皆さんもここからアップデートをしてみてください僕が先ほども言いましたようにもうアップデートしようと思ったのは β2 になったからです 1>, ベータ1という時期がしばらくありまして2に上がったということはいろんな不具合もかなり修正されたということになると思いますその修正などについてはここにも書いていますこのページをずっと下がっていくとこのようにシンセサイダー V スタジオ1.9.0 B2 はこちらからかダウンロードここをクリックしますとこのような白っぽい画面になりますここで 1.9.0b2 というホルダーがありますのでこの中に行きますそして有料版をお使いの方はこのように下の方にですね Linux 版 Windows 版 Mac 版3つありますし Basic の方にも LinuxWindows Mac というふうにありますのでどちらの方も使えますけれどもベーシックバージョンではできないこともありますですから今日説明するのは僕の場合は Windows 版これですね SV スタジオプロセットアップ EXE これをダウンロードしてインストールしますインストールは至って簡単ですので通常のソフトと同じようにインストールをしてください 今日のプロジェクトは以前に作った NHK のお母さんと一緒という歌のですねボーカルにしていますそして多分皆さんが一番持っているだろう先 AI というのにしています今日は最近になってできた新しい機能そういうのを説明していきたいと思っていますここで一番上ここに 1.9.0B2 ここうなってていいることを確認してくださいそれが確認できたらこのタブは消しておきましょうそうしまして一つ目これは AI リテイク機能というのを皆さんはお使いになったことがあるでしょうか今この画面のデータはそういうものを全く使っていません一部分だけ聞いていただきましょう このようになっていますすこれをですね AI リテイク機能というのはとっても便利ですので是非使ってみてくださいその AI リテイク機能というのを出すのにはこの右上の2つ目のアイコンですねこれをクリックするとこのように AI リテイクのタブが出てきます そうしまして、ちょっと気に入らないなと思うような場所がありましたら、選択ツールを持ちまして、その部分をこのように選択します。選択しましたら、ここでですね、テイクを生成というボタンがあります。上のメニューから自動処理の中にも新しいテイクを生成というのがあります。ショートカットキーでは、Alt-T これででもできるわけです。なるべくショートカットキーを覚えましょう。AI リテイク機能を働かすには一つ注意点があります。ここにマニュアルというモードがあります。マニュアルは自分でいろいろ調整ができるモード。このモードのまま AI リテイク機能というのは使えません。ですからこれをチェックを外してですね、オートにしておいてください。 そうしまして AI リテイクをやってみようと思います。この部分を変えようとしてみます。まずピッチですね。テイク生成というのを押します。はい。1個目できました。もう1回押します。また変わりました。もう1回押します。このように やっていくわけです。そうしまして、テイク一に戻してみましょう。はい、これで聞いてみます。はい、じゃあ次。はい、ここのビューに特徴的なイメージが出ました。 よュンいュンてュンさュンハッパッビヨュンっていうような感じですこれをデフォルトに戻してみましょうはいかなりストレートな感じ癖のないモードになりましたテイク3見てみましょう はい、これもちょっとノーマルな感じがします。4はい、これも普通ですね。5はい、今度はビュンビュンのこの最初の部分ですね。ここがちょっと特徴的になりました。 もう一度、ここよく聴いててくださいはい勢いがビュッビュッって感じがしますこれデフォルトはい普通ですねもう一回5はいいいですねこのビュンの後に勢いが出ています なで勢いが出るんでしょうかよーく見ましょう。はい。下からのしゃくりの部分がとっても極端になっています。ボーカルというのは僕の個人的な考えですけれども、やはり特徴的なイメージを持っていかせる。これってとっても重要だと思うんですね。今度は声色について少しテイクを作ってみましょう。 ここで AI リテイクをコア色に変更します。今はコア色が設定されていない状態で、ピッチの方は5、この極端なクリの部分を利用しましょう。そしてテイクを作っていきます。5つ作りましたが、AI リテイクという機能はコア色に対してもできるんですけれども、 僕がやった限りこれで新しいテイクをこう作りますよねこれで作ったとしてもですね僕の耳にはほとんどわかりませんこれとこれとこれの違いですねこれ最強にしておいたとしてもこのテイク感の変化がありません はい。AI リテイクでは、ここの部分があまり感じられない。これが特徴的なのか、バグなのか、まだよくわかりません。また、皆さんの中でも情報のある方はお教えください。次の話に行きます。先ほどもちらっと見えましたけれども、ここですね。ボーカルスタイルを、このチェストと、そしてエアリー。 そしして、てオープン。このようにしています。今日お話しする部分はファルセットのような歌い方にしたい場合どうすればいいかというところですもう少し高いところを聞いてみましょうドキドキはいここの部分なんかはもうほとんど裏声でもいいかわかりませんもしくはここら 聞いてみましょう、うん、ここらよりももう少しやれば良さそうなところを見つけましょうあいい感じです。「謎だけど」というふうに「謎だ」の3つの音を変えてみたいと思いますこのパラメータここをですね どうすれば一番いいか。ここにはブレス感そしてテンションそして有声無声音この3つのパラメーターを出しておきますまだ他にも要素がある部分があるんですけれども今日のところはこの3つのパラメーターの使い方でお話しします。一番わかりやすいのが有声無声音、ここれを変えることによって、 ものすすごく雰囲気が変わりますここでラインを書きます3つ分ですからここからここぐらいここで無性寄りにパラメータをしましたどうなるか聞いてみましょうもう少し強くやってみます はい、だんだん良くなってきましたねまだやってみましょうはいだんだん近づいてきましたここでですねテンションこれを少し上げてみます 良くなってきました。今度はブレス、空気感ですね。これを足してみましょう。ちょっと前から足してみます。ずいぶん変わりました。これをですね、もう一度ない状態にしてみましょう。こうしてパラメータをデリート、もしくはコントロール A のデリートやっぱりいいですね無声音に近づけるといい感じがしますここまでやると極端すぎましたねですからこの半分のラインまでに押さえておくといいでしょう 透明感が出てきます。これにですねまた違うパラメータ例えばここのエアリーこれを入れてみます表現力がとっても増しますよねこのようにして作っていくといいと思います今さりげなくやっていますけれども何が特に良くなったかというとですね 今まではこのボーカルスタイルというものはですね単体のところには書けれなかったんですね歌声全体としてエアリーにするとかオープンにするとかいうことしかできませんでしたこのパラメーターは各歌声によって違うわけです例えば今はさっき AI でしたけれども夏色これを選んでみますそうしますとパラメーターに エアリーというのが無効となります。そうしまして、実際はファルセット。これがあるんですね。最初からファルセットというようなものがあるわけです。ここでファルセットをやってみましょう。このようにやってみました。どんな感じになるか。かこれがあると、 どれだけファルセットが効いているのか分かりにくいですので優勢無声音はなくしましてファルセットだけでどのぐらい効き目があるかやってみましょうあまり効果が出ませんでしたよねそんな時に優勢無声音このパラメータを追加する方がファルセットの雰囲気に近くなるこういうことです 何が待つのか謎だけどきっとこれの方がいいですねもう少し強いぐらいの方がいいように感じましたはい更に「ブレス」これを追加することによって空気感が出てきます。 このように今日はファルセットを作る時の僕のやってみている方法論これが必ず正解かということではありませんが漢字としては分かっていただけたと思うんですね皆さんの中にはもっと簡単にやられている方もおられるかも分かりませんそんな時はまた教えてください今日は1.7この時についた新しい AI リテイクという機能とそして1.9でついてくる予定の声色のパラメーターも各部分部分で設定ができるようになったいわゆるパラメーターパネルの方で姿勢ができるようになりましたのでそこが良くなった点と例えばラウドネスを書いている時にこのようにラウドネスが動いているとします。そうすれば、 パラメーターのパネルのところにですね、この動きが表示されるようになりました。とっても見やすくなったわけですね。ドキドキはい。わかっていただけましたかここよーく見ててください。パラメーターのラウドネスのところ。ドキドキはい。 視覚的にとっても見やすくなりましたバージョン1.9まだ今はベータバージョンですけれども特別な大きなバグというのは感じられませんので是非アップデートしてみてください村長スタジオでした